閉じ込めて何する気だ。早くここから出せ。お前らには今からお互いに殺し合ってもらう。どういうことです？生き残った一人をこの部屋から出してやるよ。俺はこの企画で絶対バズる。派手にやってくれよな。ブラックチャンネル。よーし、10歩達成。俺はこの動画で絶対バズる。ブラック、ちゃんと撮ってる？撮ってないですよ。撮ってよ。っていうかこれ何の企画でしたっけ？目つむったまま15歩歩いてみた。再生数3の予感です。うるせえ。はあ、サトシ君、またクソつまんない動画撮ってる。通行人にまでバカにされた。あれ、でも君前にどっかで会ったような。覚えててくれたの？嬉しい。よかったら今から一緒に動画撮らない？大好きなサトシ君と撮影できたら超ハッピー。大好きなサトシ君？そんなに言うならちょっとだけ。ありがとう。やっぱちょろい。え？うわー！サトシ君、密室ですゲーム。タカカ、あなた以前もお会いしましたね。今度は何を企んでるんですか？さすがにブラックは気づいてるか。俺の正体。サトシ君をどこにやったんです？お前も今送ってやるから安心しな。魔界最強 YouTuber の座、今日こそ俺が奪う。やれやれ。ここどこ？さあ、魔界のどこかなんでしょうけど。じぃ、なんだこの部屋。あかねちゃん？お前らもあいつに連れてこられたのか？その通りだ。これで役者は揃ったな。ああ、お前、前に俺のことをさらって人質にした魔物だな。思い出したぞ。なんか声変わった？気のせいだ。自分をさらったやつのこと忘れてたのかよ。まあサトシ君ですから。じい、こんなとこに閉じ込めて何する気だ。早くここから出せ。あいにくだが、この部屋から出られるのは殺し合いに勝ち残ったたった一人だけだ。どういうことです？お前らには今からお互いに殺し合ってもらう。制限時間は1時間。時間内に決着がつかなければ俺の魔術で全員が死ぬ。むちゃくちゃだ。むちゃくちゃだからいいんだよ。俺はこの企画で絶対バズる。派手にやってくれよな。どれだか期待してるぜ。ほう、これはなかなかお似合わですね。ジジイ、どうしよう。全員で。ふーむ、この部屋、なるほどです。殺し合いなんて無理だよ。なんとか全員で出られないかな。あ、ほら、ブラックのデビルワープとかで。ああ、すでに試しましたがダメでした。そんな。せめてここがどこなのか分かればなんとかなるかもですけど。こんなの付き合ってられるかよ。ドアぶち壊して逃げようぜ。そうだよ、アカネちゃんナイスアイデア。じゃあ、早速行くぜ。おらー、な、嘘でしょ。おら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 あかねちゃんのパンチが効かないなんて。あかねさんの怪力でもダメとなると強行突破は無理でしょうね。じゃあどうすりゃいいんだよ。もうおしまいだ。仕方ありません。こうなれば選択肢は一つ。なんかあるの？ええ、このゲームに乗ることです。部屋を出たいなら。このゲームに乗る？本当にみんなで殺し合うってこと？ま、サトシ君はクソ雑魚なので実質俺ちゃんとアカネさんの一騎打ちですかね。反論できない。私は反対だ。そうまでして自分一人生き残ろうなんて思わない。カカカ、それは勝ちを譲ってくれるという意味ですか？そういうことじゃねえけど。ではサトシ君は？俺？この部屋から出たいんでしょ？出たい
けど。出たいならやるしかないです。俺ちゃんなら相手になりますよ。さあどこからでもどうぞ。やだ、できないよ。これでは拉致が開きませんね。これは毒薬でしょうか。使えそうです。グラスを4つ用意して3つにこれを入れましょう。そして俺ちゃんたちが1杯ずつ取って飲めば。ちょっと待って、そんなくじ引きみたいな方法。これなら誰が残ろうと恨みっこなしですよ。それはそうだけど。でもさ、もうちょっと考えてみようよ。きっとみんなで出られる方法が。そんなこと言ってるうちに時間ばかり過ぎました。いずれにしても制限時間が来れば全滅ですよ。本気なの、ブラック？もちろん。いやだよ、だってブラックもアカネちゃんも死んでほしくない。死んでほしくない？ほう、だったらサトシ君、これ飲めますか？これ今毒入れたやつ。サトシ君が犠牲になれば俺ちゃんたちが死ぬ確率を下げられます。できないんでしょ？結局のところサトシ君は自分の命が惜しいんです。ブラック、そんな言い方ないだろ。こういう状況に陥った以上死んでほしくないなんて綺麗事です。その裏側にあるのは死にたくない、殺したくないという利己的な感情、違いますか？サトシ。さてそろそろ時間ですね。これで毒灰は3つ。さあお一人ずつどうぞ。でもそのグラスだと当たりが丸分かりじゃん。何のことでしょう。ほら早い者勝ちですよ。俺ちゃんはこれにします。ブラック、それ毒入りの。ブラック、死んでほしくない人。ブラック、わざと毒を。ブラックのバカ、これじゃあいつの思うツボだ。なんでこんなこと。じーじー、カメラちゃん、やめろ。そんな、カメラちゃんまで。もう、わけわかんねえよ。あの魔物、絶対許さない。さっさと脱出してぶちのめすぞ。うん、そうだね。つっても時間ないし、どうしたらいいんだ。サトシ？俺、決めたよ。すごく、すごく怖いけど、こうすれば、アカネちゃんは脱出できるから。何言ってんだ！サトシも一緒に出るに決まってんだろ！だってこのままじゃ二人とも死んじゃうんだよ！だったら、俺はやっぱり、アカネちゃんに死んでほしくない！サトシ！ブラックの仇は、アカネちゃんが取って。ごめんね。サトシー！あはははは。脱出おめでとう。なんだよ、コメントもなし？たく、サービス精神のない奴らだな。なんだよそれ。派手に頼むって言ったじゃん。バトルとか乱闘とかさ、もっと画面映えする感じが欲しかったんだけどな。バカにしやがって。お前のせいでブラックたちは。おっと、お前のせいで。ダメだ、心が乱れてる。俺も喧嘩ならまあまあ強いぞ。くそ、お前のせいで。あと俺の名前はお前じゃねえ、ラッチだ、覚えておきな。どうしたどうした。ブラック、ブラック、呼びました。じお前ら、なんでここに。さあ、なぜでしょう。そんなことより、あなたのやり方少々いただけませんよ。動画はもっとみんなが楽しめるものでなきゃ、サービス精神に欠けますね。派手な感じがお望みなんでしたっけ。では、ご所望通りに。 This is
エンターテイメント。部屋の外で、お前ら死んだんじゃなかったのか。なんか脱落したら他の部屋に飛ばされる仕組みだったっぽい。はぁ、なんだよそれ。だって動画の企画ですよ。あの方も本気で殺すつもりなんてないに決まってます。死人が出る動画なんて削除されちゃいますから。でも今回はマジで死んだと思った。そもそも毒薬ごときで俺ちゃんが死ぬわけないじゃないですか。ブラックはそうでも俺は毒飲んだら死ぬんだよ。じゃあブラックは最初から分かってたのか。あの部屋が魔術で他の空間に繋がっていることは気づいていました。脱落すれば出られるんじゃないかと思って試したんですが、その通りでしたね。じじじ。脱落して飛ばされる時に元いた部屋の位置を探れたから、デビルワープで助けに来れたってわけ。そうだったのか。で、だったら初めから教えてくれよ。あたしらのこと騙しやがって。騙しただなんて、演出ですよ。え、ん、しゅ、つ。おかげでいい絵が撮れました。人があんだけ心配したのに、この悪魔。かっかっか、悪魔ですが、何か。じっちっち。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは、君かもしれませんよ。